サッカーコーチの高山康介です。今日はサッカーコーチについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。今は幼稚園生から小学生のサッカースクールのコーチをしています。他には実際に幼稚園に行ったりとか小学校に行って巡回指導だったりとか、例えば長期休暇夏休みとかにサッカーのサマークリニックといって4日間にわたって同じ子を指導していくイベントの企画運営を行っています。僕自身小学校からサッカーをやっているんですけど、小学校、中学校、高校とクラブチームに入ってたんですけども、その時のコーチに一番強く憧れて、で高校を卒業する時にサッカーに携わりたいなと思ってサッカーコーチを目指し始めました。一つは自分のサッカーのスキルだったりもあるんですけど、他にも子供が好きだったりとか J リーグに憧れもあったので、その J リーグに関わる仕事ができたなと思ってサッカーコーチを目指しました。自分も漠然としていたので、ネットでサッカーコーチを目指すみたいな形で検索したらこの TSR が出てきたので、でオープンキャンパスに参加して実際入学しました。サッカーする環境が本当に恵まれてるなと思ったのでここに行きたいなと思いました。一つはここの屋上にサッカーコートがあったりだとか、あとは講師の方が本当に素晴らしい講師がいたので、ここで学びたいなと思いました。サッカーの指導に関しては本当にコーチを見てたことぐらいしかなかったので、その細かい練習の組み方だとか練習の伝え方だとかは本当に一つ一つ教わりました。子どもたちにサッカーの間違った知識を教えてはいけないので、そこの責任感だったりだとかは必要かなと思いますし、あとはサッカーの講師としてもですし人としても子どもたちのお手本にならないといけないと思うので、そういうところの人間的な部分も大事かなと思います。一つ身だしなみだったりとか挨拶の部分はしっかりとお手本になるっていうところだったりとか、サッカーの部分では子どもたちにしっかり名前呼んであげたりだとか褒めてあげるとことかを意識して実際現場に立ってますね。子どもとの信頼関係が築けた時が一番嬉しかったですね。幼稚園生のスクール生がいたんですけど、なかなかスクールに入れない子がいて、で2人でいろんなお話をしたりとか2人でボールを蹴ったりして徐々に慣れていって、で数ヶ月後にはスクールに1人で入っていく姿が見れたので、本当に仕事をこの仕事やっててよかったなっていうのは思いましたね。一生懸命取り組むことだったら、もう子どもは本当に無邪気にボールを追いかけたりとか、本当にそこは忘れずに自分も楽しむところは忘れずやっていきたいなと思ってます。子供が好きな方やサッカーに携わりたい方、ぜひこの仕事をやっていただけたら本当にやりがいを感じる部分が多いと思うので、ぜひいろんなことを学びながらサッカーコーチを目指してほしいなと思います。サッカーコーチの仕事内容についてお話ししました。サッカーコーチの1日のスケジュールも上がっているので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。